サメ、サメ、サメは軟骨魚骨岩サイアズナに属する魚類のうち、エラ列が体の側面に開くものの総称。エラ列が下面に開くエイトは区別される。2016年3月末時点で、世界中に9目34か105族509種が存在し、日本近海には9目32か64族130種が認められている。 世界中の海洋に広く分布し、オウメジロザメなど一部の種は、気水域、淡水域にも進出する。また、深海性のサメも知られている。体の大きさは種によって異なり、最大のジンベエザメ、体長およそ14メートルから、最小のツラナガコビトザメ、体長22センチメートルまで様々であるが、平均的には1から3メートルのものが多い。 サメを意味する言葉として、他にはに、ワニやフカ、フカが使われることもある。詳細は、カ神話におけるサメ参照。サメは、ネイモーで危険な生物というイメージが強く、人を殺傷する被害も起きているが、人に危害を加える、恐れのある種は二重から三重程度とされ、サメ類全体の一割ほどである。中でも、ホウジロザメやイタチザメなどに代表されるような、 鋭い歯と力強い顎を持つ種は特に危険で、沖合で船が沈没することによって襲われるケースもある。稀に海水浴場など人のいる沿岸域に危険なサメが現れると、安全のため遊泳禁止の区域、期間が設けられたり、サメよけネットが張られたりする対策が講じられる。オーストラリアでは、サメの間引きも行われており、賛否両派が対立している。サメには、 個体数が減少していたり、絶滅の危機に瀕していたりする種もあるが、クジラに比べ保護はあまり進んでいない。詳細は、本記事の保護の項目を参照。サメの起源は、約4億年前の古生代で本記に遡る。最初のサメは浅い海で進化したと言われている。サメは、淡水との親和性が高く、今も淡水湖などで獲れることがある。 古生代後期の石炭期になると様々なグループが現れた。古生代に現れたサメの多くは石炭期からペルム期にかけて絶滅し、現代のサメの原型は中生代に現れたと言われる。サメは出現した時にはすでに現在とほぼ同じような姿をしており、以来あまり大きく変化しておらず、生きた化石と呼ばれることもあるが、否定説もある。A 類はジュラギニ、 サメの一部から派生し進化したと考えられている。そのため、カスザメのようにイ類とほとんど区別がつかないような種も存在する。現代型のサメの多くは、白亜紀に原型が出来上がり、新生代に現代型のサメが世界中の海に放散して種類を増やし、特にメジロザメ類が繁栄したと考えられている。サメは多様な環境に適応したために、その生態は、 非常に多岐にわたる。サメ類の性質については、軟骨魚類の項目も参照のこと。なお、同様に、数億年間そのままの形態でいる生き物に、ゴキブリやワニがある。従来の定説では、魚類はもともと軟骨であり、それが、甲骨に進化していき、サメやエイなどの軟骨魚は進化しないまま現在に至るとされる。しかし、 顎を持つ生き物すべての祖先にあたる生き物は、甲骨に近い骨を持っており、サメやエイは、深海での捕食に特化するために、定説とは逆に甲骨から軟骨に進化したとする、学説もある。その説を補強する化石なども発見されている。サメの語源は、諸説あるが、その体の割に目が小さいことから、小さい目小目サメとされる説がよく知られている。また、 同様の理由で、狭い目、狭い目強目、強目サメというもある。体の形は種によって異なる。外洋に生息し、海遊を行う種では、マグロ類のような流線型、海底に生息する種では細長い形や上下に、平べったい形など、様々である。背びれ、胸びれ、腹筋、尻びれ、尾ひれを備える。背びれは、かぐらざめ目を除き、二気。 尾ひれは通常、上の肩、上用が、下の方、下がよりも長いようである。これにより、後方ではなくやや斜め下に水を押し出すことになる。これは、サメは、浮き袋がないため簡易を考慮しても水より密度が、高く、高度を保つには常に上方向に力を発生させる、必要があるため出る。この重心後方の尾ひれによる、直接上方推力と、 重心前方の胸びれによる揚力により姿勢を保つ。そのため鳥同様一定速度以下になると胸びれでの揚力が不足し沈む。泳ぎ続けないと溺れるといってもエラへの酸素、供給のみを主因とするマグロなどとは若干異なる。上用には切れ込みが見られる。外洋性のホウジロウザメやアオザメなどはミカツキ型をしている。サメ類のヒレは マダイなど、一般の魚のように膜状ではなく、皮膚で覆われて、厚みがある。サメ類は、甲骨魚類とは異なりエラブタがなく、エラ穴が5から七体ある。この特徴は、鋭類にも言える。この仕組みを持つ魚類を、バンサイ類という。サメ類の中には、マグロのように呼吸のため一定速度の水流を要求するものと、静止状態でも呼吸可能なものがいる。 つまり、静止した場合沈むのは共通だが、沈んでしまうが命に別状はないものと、呼吸困難に陥って死んでしまうものの両方が存在する。また、ヒレが甲骨魚類ほど自在には動かないため能動的にブレーキをかける能力がない。このためサメは止まれないという場合、こちらを意図して言われる場合があるため注意が必要である。対象は、 歯と騒動の鱗、縦鱗、ろこ、川場と模うで覆われる。サメの体は頭から尾に向けて撫でると滑らかだが、逆に尾から頭に向けて撫でるとザラザラしている。これが俗に言うサメ肌である。泳ぐ時にできる水流の乱れを少なくし、草流を保つことで、水の抵抗を減らすことに役立っていると考えられる。頭の先端は尖り、口は通常その後方下側に開く。 口には鋭い歯が並んでいるものが多い。サメの歯穴に列にも並び、今使われている歯列のすぐ後ろには、新しい歯列が用意されている。獲物を襲うなどして、歯が一本でもかけると、新しい歯列が古い歯列を押し出して、歯列ごと新しいものと交換される。歯列は何回でも生え変わり、一尾のサメが生涯に使う歯の数は、最大で数千に乗ると考えられている。 目に窓か幕を持つ種類がいる。深海ザメでは少ない光を有効活用するための輝き板、タペータムという構造を持つ。深海ザメの目が光って見えるのはタペータムがあるためである。サメ類は警告色である白黒の縞模様を嫌うほか、色覚特性により青と白の模様を認識しにくいため、これを利用したウェットスーツやサーフボードに貼るステッカーが開発されている。 甲骨魚類は浮き袋で浮力の調節を行うが、磐栽類には浮き袋がなく肝臓で浮力の調節を行っている。肝臓に海水より軽い肝油を満たすことで浮力を得る。そのため浮き袋とは違い水深の制限がないため、深海ザメが表層で見られることがある。サメにはロレンチーニ器官と呼ばれる感覚器官が存在する。これは、 微弱な電流を感知する電気需要感覚の一種であり、これによりサメは100万分の1ボルトという極わずかな電位差を感知することができる。サメはこの感覚器官により光の届かない深海や海底の泥に隠れている獲物も正確に発見し捉えることができる。この電流感知の能力を逆に利用してサメの嫌がる種類の電流を周囲に流し、 サメを追い払う製品が発売されている。体内受精を行い、オスの腹びれには交尾器、クラスパーを備える。魚類の中では珍しく、オスとメスが互いの生殖器を合わせる、形の交尾をする。サメ漢字の由来については、諸説あるが、その一つに交尾をする際、身体をくねらせて泳ぐからというものがある。男性のほか、体性の種類が存在する。 競技には、哺乳類のように胎盤を形成する型のものを指すが、魚類では、子宮の中で卵を孵化させる、いわゆる、卵体制も体制に含める。卵性の種では、パッケージされた卵を産む種が多い。一部のサメでは、子宮内で孵化した子魚が、後から生まれてくる卵や他の子魚を食べて育つ。これは、共食いと呼ばれる、行動の一種で、肉食性のサメに見られる。 また、子球内で孵化した子魚が母体からの分泌物を吸収して育つサメもおり、子球内で台湾様の器官を形成して母体から養分などの供給を受けて育つへその大もつ。タンたタめ生殖する個体が稀により、2007年に種目ザメが、2008年にカマストガリザメが、それぞれ一尾ずつタンたタめ生殖で妊娠、出産していることが、 遺伝子解析によって確認された。ただし、カマスとガリザメの方は妊娠中に死亡した。肉食性の種が多いが、魚類でも最大級の部類である、ジンベイザメやウバザメは、プランクトン食性である。肉食性の種は、魚介類を中心に、海産哺乳類、海産爬虫類、海鳥などを獲物とする。 大きな獲物を狙う者では人間がアザラシなどの獲物と間違えられることがあり、人食いザメと恐れられる。サメから見てダイバーが想像しい存在に移ることが多い一方で、サーファーは下から見るとアザラシと告示しており、襲われる危険性が高いとされている。海底に生息死海などを狙う種はおとなしく、人が攻撃を受けることはほとんどない。ジンベイザメやウバザメは、 歯が小さく、口を開けながら泳ぎ、海水と共に飲み込んだプランクトンをエラでろ過して食べる。このような接触行動はマンタ、オニートマケエなどにも見られる。原生のサメ類は9目に分類され、上位分類として2上目を設ける。ネルソン2006の分類によれば、原生サメ類は、すべてサメアクサレイシの中に含まれる。バンサイアズナにおける、化石種も含めた、 分類の全体的な外観を以下に示す。以下、原生サメ類9目の構成を示す。サメアクは単形統群であり、次のような形統樹が得られている。サメは食材としても用いられ、新肉はすりつぶして、かまぼこや、はんぺんなどの魚肉練り製品に加工されることが多い。サメの肉は、低カロリー、低脂質、高タンパク質、骨はすべて軟骨質であるため、 子供から老人までに適した食材であり、これまで食用の習慣のなかった地域でも見直される動きもある。サメは体液の浸透圧調節に尿素を用いており、その身体組織には尿素が蓄積されている。そのため、鮮度が落ちるとアンモニアを生じてしまい、一般の魚のような料理には向かない。ただし、アンモニアがあるために腐敗が遅く、 映像技術が進む前の山間部では、海の幸として沈徴されていた場合もある。幼魚は蓄積された尿素の量が少ないため以外と、微味である。古代の日本では、危機の稲葉の白うさぎや出雲国風土器の安ギ里の上にある説話における記述から、サメ、当時はワニと呼んでいたのね毛性について深い知識が、伺かがわれ、そういった背景のもと、三河国から、 平城形サメを送った木管が出土しており、愛知県北郡南北田町の北地古墳群や、篠島の海塚などから勇敢にもサメ漁に用いられたと考えられる釣り針やサメのなどが出土している。物と人間の文化史三十五サメ、矢野健一著法政大学出版局発行によれば、演技式にサメを食材とした記述があり、サイグ漁に、サメの素あり、サメの巣あや 干物と考えられているが支給された記録があるという。このサメのそわりが、伊勢神宮の神仙として備えられるヒザメであり、口述する三重県のサメのタレと同じものという話があるが、市販されるサメのタレの大部分は二十世紀に改良された加工法で作られているので全く同じものではない。ものと人間の文化史三十五サメによれば、伊勢土産としてのサメのタレは、 1773年、安永2年の宮川そうに記され、サメを新鮮とする神社は、伊勢神宮の他に、千葉県、香取市の香取神宮や愛知県津島市の津島神社があるという。近年の日本では、マグロなどのハエ縄漁の下道として水揚げされるサメを有効に利用するため、口実する中華料理の深切れに加工し、国内消費の他に主に、 中国に輸出することが多くなった。中国の経済発展に伴い出荷量が増え、これに合わせ、フカヒレの材料となるサメの水揚げが増えたため、近海物の減少など、資源の枯渇が懸念されている。詳細は、本記事の保護の項目を参照。なお、アメリカの FDA は、有機水銀が蓄積されている可能性が高いとして、2003年に、 妊婦や授乳中の女性及び子供はサメを摂取しないよう勧告を行っている。広島県三次市などの美北地域は海から遠い山間部であるため輸送中に腐りにくい海の魚としてサメを用いたワニ料理が昔から好まれている。ただしワニ料理には養魚も生魚も関係なく根強い人気がある。この地方では刺身で食べるのが主流であったが最近では ワニバーガーやワニ丼といったサメを使った商品も販売されるようになってきている。この外にも日本各地では古くから展示つしなどで保存食としサメが用いられているが現在では漁獲技術が向上しており鮮度が良いまま市場に出回ったり漁獲後急速冷凍され市場に出回る。三重県の伊勢市と鳥羽市沿岸部全域ではサメのタレ、 サメンタレともと呼ぶサメの干物を食べる風習がある。鳥羽市では主にハモやタイのハエナワ漁の下道として、水揚げされたサメから生産され消耗されるが、伊勢市では消費のみで、サメの水揚げ量が多い勝浦漁港などの和歌山県や、気仙沼漁港のある、宮城県で水揚げあるいは加工された干物が流通している。三重県以外の生産地では、サメのタレと呼ばず、サメ氏を、 サメみりんなどと呼ぶことが多い。原料が下道であることもあり、加工するサメの種類は特に問わず、星ザメ、種目ザメ、虎ザメ、猫ザメなど様々である。サメのタレは、塩味のものと、大正時代に考案されたというみりん味の二つに、大別される。いずれも、基本的に短冊状に、サメの実を薄く切り出す。小魚と違い、魚の形をとどめない。 直火で軽く焦げる程度に炙って食べることが多いが、他にも様々な利用法がある。伊勢神宮の新鮮を下げた後に食べた、ライ山椒ことによりサメの干物を食べる風習が残ったとする説があるが、この説では、神宮新食と縁のない庶民や、鳥羽し全域に残ったことを説明できない。サメのタレ以外では、鳥羽市では、 鮮度の高いサメを三枚におろし刺身で食べるが、タイに似た味がするという。島島町ではサメをナマスにして食べるサメナマス。サメのナマスともと、郷土料理があるが、猫ザメに限るという。栃木県では、サメは、モロと呼ばれ煮付けやフライなどにして食べられる。県内では、非常にポピュラーな食材だがモロがサメだということを知らない県民も多い。モロの多くは、 宮城県気仙沼漁港で水揚げされたネズミザメで、尾びれと背びれは高級食材のフカヒレ、頭は健康食品のコラーゲンやコンドロイチンになる。一方、魚肉は関東地方などに出荷される。サメは死後、時間が経つと匂いがきつくなり、漁師町では敬遠されているが、内陸県の栃木では昔から重宝されてきた。九州や愛媛、または 山陰地方や大阪の泉州地方の一部、和歌山県では仏切り、または切り身にしたサメを指いて酢味噌などにつけて食べるところもある。主にアンモニア臭の少ない白ザメや猫ザメを用い、漁獲量の多い地方、下関などのスーパーマーケットなどで手頃な価格で求めることができる。長崎県では農祖、山陰ではワニなどの属性を用いることが多い。 湯引きにするとサメのアンモニア臭が緩和され、白く淡白な肉になる。湿っぽく料理や皿鉢料理のメインの料理となることもある。中華料理におけるフカヒレ。フカヒレはフカ、サメのヒレを乾燥させたものである。フカヒレの総称を中国では魚子、唯一とも呼ぶ。その種類は大きく以下の二つに分けられる。コラーゲンが豊富で、 美容に良いと女性に人気である一方、水銀やその他の重金属が含まれていることがあり、特に妊婦への危険性があることはあまり知られていない。サメは食物連鎖のトップにいるため、小魚を大量に食べ金属の蓄積量が多い。また、特にフカヒレは全処理として乾燥させるため、重量あたりの水銀濃度が高くなってしまうためである。特に、 メチル水銀により汚染されたフカヒレを食べ続けることにより水俣病などの発症の可能性があり、実際に報告例もあるが、この危険性は感受性の高い胎児に対しては特に高くなる。一方で、一般成人に対しては危険性は比較的低い。水銀による汚染レベルにもよるが、直ちに症状として現ることは少なく様々な精密な検査で、 初めて検出されるものである。2003年に90万トンに達した後は減少している。日本国内で水揚げされるサメ類のうち約9割は気仙沼漁港、宮城県気仙沼市が占める。このため、気仙沼市では国内唯一のサメ専門博物館、シャークミュージアムがあるほか、地域おこしとしてサメの街を打ち出している。 2014年の上場水揚げ量。八の市には、サメという名称の地区やサメ駅がある。サメのヒレは、フカヒレとして多くのアジア諸国で珍重されており、また前述のようなサメ製品もある。それらの需要が世界中で高まるにつれて、サメ絶滅の危機は次第に深刻化している。サメは海洋生態系の頂点に位置するので、ガン数が少ない上、 成長が遅く、子供を少ししか産まないため繁殖率が低いことも要因である。しかし、サメの保護は進んでおらず、減少の一途をたどっている。オーストラリアではサメによる人間の被害が深刻で、2013年から2017年に海水浴客やサーファーら114人が襲われ、12人が死亡した。一方で人間を襲う可能性があるホホジロザメなどが、 保護対象となっている。このため、海岸近くをドローンで空から監視してサメを見つけたら、避難を呼びかける、サメが寄避する、電解発生器を身につけてもらう、罠で釣った大型のサメを遠用に運んで放す等の対策をとっている。また、オーストリアの企業がサメの色覚特性を利用した、襲われ、にくい、ウェット数を販売している。1997年以降、 十九種のサメ、ホホジロザメ、ジンベイザメ、カリビアンリーフシャーク、カーキネスペレジ、メジロザメカ、ウバザメ、シロワニ、ビッグアイサンドタイガー、オドンタスピスのロンハイ、シロワニの仲間、バケアオザメ、ドタブカ、ナガハナメジロザメ、ハビレ、ガラパゴスザメ、クロヘリメジロザメ、ハチワレ、カグラザメ、ビッグアイシックスジル、ヘクサアンカスナカムライ、カグラザメの仲間、エビスザメ、 カリビアン、シャープノーズ、ライザプライナドンポーラサス、ヒラガシラの仲間、メジロザメカ、スモールテール、カーキーネスポーロッセス、メジロザメカ、アトランティックエンジェルシャーク、スクアティナデュメリール、カスザメの仲間をアメリカに水揚げすることが全面的に禁止される。この魚は現代ではサメと呼ばれることが一般的だが、ワニや、 フカという古称も古くから使われており、日本の古典では、古事記や、風土記にも、ワニとして登場する。現在でも、出雲弁では、サメのことをワニという。また、フカという古称は、フカヒレなどの言葉に今も残っている。古事記では、大国主の稲葉の白ウサギの伝説に登場する。また、後に山崎彦子と法理の命が目取った渡積の、娘、 豊玉姫も、出産の際に、ヤヒロワジ、ヤヒロワニの姿と化していた。このほか、島市磯部町には、サメは、竜宮の使いであり、川を遡り、七尾のサメが、伊蔵宮に参拝するという伝承がある。また、出雲国風土器の安木里の下りには、五神井の丸、イノマロ、カタリノオミマロの娘が三崎に遊んでいたおり、ワニが現れて食い殺されたという記事がある。 そのことを知った父、イノマロは激しく嘆き悲しんでいたが、ある日、思い立って、ややキ茶器を鋭く研ぎ澄まして、天神地味に,に祈ったところ、百呼びの和汝が一尾の和地を囲みイノシシマロのところに連れてきた。そこで、イノマロはその真ん中にいる一尾の輪しかめがけて、キ茶器で刺し殺した。殺したは何を裁くと、体内から、 娘のすげが出てきたので、あだうちとしてそのは何時を道端に串刺しにして、さらしたという。このように、日本神話において、サメは縁深い存在であった。実際に、弥生時代の道剣のうちには、サメの宣告画を持つものがあり、考古学的にもサメに関する信仰の存在が、認められている。琉球の神話や伝承では、サメは、わたみの使いであるとされ、 神聖な生き物とされていた。人間に襲いかかり食らうというど貌猛なイメージよりも、溺れた人間を救ったり、神の意志に背き悪事を働いた者を食い殺すという伝承が多く、海の平穏を守る万人のようなイメージが大きい。病気の母親に自由をつけさせるために、悪天候の中無理をして漁に出た親孝行な若者の船が波に飲まれ沈没し、溺れた時に、 ワタツみの使いである黄金色のサメが現れ、背びれに若者を捕まらせて、無事に村まで送り届けたという昔話も残ってる。古生代デで盆期頃より化石が出るが、大部分は葉の化石である。骨格が軟骨性なので、全身の化石が出ることは極めて稀である。そのため、復元は、想像に頼るところが大きい。カルカロドンメガロドン。 昔、王宝ジロザメなどの巨大な歯は、天狗の爪と呼ばれる。サメの生態に即した作品以外に、ジョーズ、1975年公開の世界的ヒット以降は、サメと人間の戦いをテーマとしたパニック映画、サメを巨大化、怪物化させた怪獣映画やホラー映画が多数作されているカテゴリー、サメを題材とした映画作品を参照。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。